クロスが来る、いいボールだー、染野だー、ベルディ追いついた、見事な好ゲーム。ワンタッチ、エリキ抜けた、フラッグ上がらない、エリキだー、マテウスこぼれー、いきなり先制、はい、今までの戦い方、そこまで大きく変えてるっていうイメージではないかもしれませんね。そうですね、かなり前の前線の選手たちは流動的に動きますから、森田幸輝、柔らかいクロス、逆サイド来る、コーダが入ってきました、宮原のクロス、真ん中、抜けてきた、森田。分厚い攻撃でしたね、そこを一瞬の、先ほど一瞬って言いましたけど、そこを使いながら町田の選手たちの中に集結させて、これですね、外、空いた外、そしてここのドリブル、幸田、北島のドリブルありますから、幸田カットイン、幸田のシュート、こぼれて、染野だ、クリア、東京クラシックですからね。いや、そうですね、入ってきます、カットイン、左足、北島です。今ね、こう左にポジション、普段は左なんですけどね、今たまたまですかね、右にポジション取っていて、そこからカットインで左足のシュート。南のところを狙っていたエリキ左チャンスだ。宮原広げる、幸田と女が、左足でシュート性のボール、ここで前半終了です。ホーム、そして首位の町田、2点リードの折り返しとなりました。幸田が止める、仕掛ける、またキックモーション、縦に行ってクロスまで来る、折り返す、逆サイド、ヘディング、折り返したー、飛び込む、抑えたー、狙っていた森田幸輝、インターセプト、そのまま出ていきます。森田引きつけて右、うまい、染野折り返し、平川抜けた、スピードあるぞ、平川来る、平川の縦へのスピードも魅力的でしたね、今、ただそれに対してベルディの選手たちも2枚しっかりスライディングいって体張ってましたね、最後のところ。山越、そして前節デビュー戦でゴールを決めた新井優太が入ってきました。山越、左へ。澤、荒井入れ替わった、荒井優太、荒井優太、荒井切り返す、えぐってきた、ポスト。ここの荒井はあのトップスピードで入ってこられて、あのターンされたらたまらないですね、ディフェンダーは。ドリブル身のこなしきれってのはすごいですね。また抜き、荒井優太、2人目外して荒井優太だ、見せます荒井。これ抜けていくんですからね、このボディフェイントもそうですし、また抜きからの、上半身をちょっとこのクイックイって動かす、ボディフェイクっていうんですかね。斉藤、低いクロスつながって山田、ブロックが入ります。町田まだある、外使う、柔らかいクロス、逆サイドクリア、後ろからミドル。いやー、ベルディの方もチャンス作ってるんですけどもね、まだ20分どうなるか分かりません。さあベルディ、宮原、枚数がいる、クロスが来る、いいボールだー、染野の入りも良かったですね。ここ少し町田の方がマークつききれない、そして宮原がフリーの時のこのボールと、そこに入ってきた染野のこのタイミング、入った位置ですよね。少ししか開かない町田のディフェンダー陣の隙間、完璧なクロスでしたね。背後、綱島つないだ、荒井、荒井、荒井、ラストヘッド、染野だ、染野2点目、ベルディ追いついた、これぞ首位攻防戦、0-2 から 2-2。 いや、ここ背後ですよね。綱島のところに入ったんですけども、そこに対して背後に動き出した荒井、そして染野の動き出しですよね。ここの中のポジショニング、相手に当たってるんですよ、ボールが当たってるのに対しても染野がしっかりポジショニング取ってうまく反応しましたね。宇野前途のところ、綱島強い、綱島、綱島つないだ、斉藤ヒール、右へ宮原、中5枚いる、深いところ取ってくる、低いクロスだ、こぼれクリア、荒井、荒井のスペースを空ける、荒井ワンツー、荒井が来た、の6分台に入ります。試合終了。いや、選手たちが一斉に倒れ込みましたね。国立開催にふさわしい見事な好ゲーム。両者譲らず2対2、引き分けです。